トさん。風祭りだけですか？天吹君はどこへ？待って、コバトちゃんの様子がおかしい。マリマリ、コバトちゃんがデジヘッドに？ひどい、なんで俺ばっか。どうしよう、コバトちゃんモテなさすぎて変に。それはふざけんな。デートの邪魔すんじゃねえ。煩悩の塊だ。手加減はなしだ。確保。迷惑かけないようにしないと。全力で行くぞ。手加減はなしだ。楽にしてあげるよ。ちょっとテンション上がってきた。どうだ、なんだかポカポカする。負ける気がしないな。これが俺の秘められた力。ちょっとテンション上がってきた。負ける気がしないな。ちょっとテンション上がってきた。なんだかポカポカする。これは初めてのケースですね。いら
イラする。いい加減に目を覚ますのだ。当たった。いってなんだっつんだよ。わけわかんねえ。ただ青春したいだけなのに変なことばっか起きやがる。女子とデートしてただけでなんなんだっつーの。ふざけんな、クソが。お前もなのか。うぜえうぜえうぜえ。もういいや、そのまま行くのだ。 Are you ready? Goちゃん、大丈夫？コバトちゃん、まずい。風祭りに気を取られている間に。部長ちゃん、ここは一旦引いて。うるせー。すごい、コバトちゃん力持ち。大体説明は以上っす。コバト先輩、まだ混乱していると思うけどさ。そうなんだろうよ、全部思い出してるよ。ならば話は早い。この世界で青春を味わっても何の意味もないのだ。さ、黙れ。何？お前は俺に話しかけるんじゃねえ。虫図が走る。はあ？なんだ貴様。どうしたんだよ先輩、珍しいじゃんそんなこと言うのは。最悪、全部嘘かよ。俺のコバトちゃん、バーチャドールが作った世界ね。そうだったわけね。あれもこれもか。落ち込んでるところ悪いけどさ、マリエ先輩はどこ？あ、そうだ、マリマリ。あれどうしたんだっけ。変な奴らが現れて、そっから先がよく思い出せねえ。天吹君だけ連れて行かれたということですか。マリエちゃんだけデジヘッドにならなかったから。なるほどな。現実に気づいているものはリドゥへの依存度が低い。そのため洗脳用の音楽を聴いてもデジヘッド化することはない。この場所に連れてきてデジヘッドにならなかった人間はバグ確定ってことか。頭がいいのね、ムー君ちゃん。でもマリエちゃんを奪われているわけだし、引くわけにはいかないよね。ああ、先に進もう。おい、コバト。ふざけんな、クソバーチャドール。てめえが俺に指図すんじゃねえ。喧嘩しないで。け。そう言われちゃ弱いよな。仕方ねえな。どうせ一人でここで待ってる方が危険だろうし、ま、よく見りゃ女子陣イケてるしな。よし。嫌っているのだ。なんなのだ人間。モヤモヤする。